皆さんこんにちは、両手投げのたくまです。こんにちは、ふみです。早速呼んでみましょう。どうぞ。はい、こんにちは。お名前が森さんとアテさんです。はい、よろしくお願いします。森さんのちょ紹介からいきます。ボーリング歴は6ヶ月、ハイスコアが145点、アベレージが90点で、スピードが6、回転数が1、アジャストが2ということで、よろしくお願いします。でこちらも紹介します。ボーリング歴は1年ぐらい、ハイスコアが212で、アベが大体120点ぐらいで、スピードが5で、回転数も3で、アジャストも3となってます。じゃあそれぞれね、ちょっと意気込みを聞いていきましょう。森さん、お願いします。特にありません。めちゃくちゃ謙虚。それでは一言もらいます。頑張って100は出せるように頑張りたいと思います。楽しみます。よろしくお願いします。早速いきましょう。森さんから。森さんはね、すごいよ。すごいね、うん、気になるね。おお。わあ。しかも高校時代ウエイトリフティングだから、ね、すごい、本当だ。しかもすごいこと書いてますね。全国大会出場って書いてますね。しかもね、2人アップビートなんだよね。あ、すごい、本当？一緒なんだよね。本当だ、アップビート対決だ、うん、しかも色も一緒だもん。欲しい。1投目どうですか？緊張しましたか？めっちゃ緊張しました。ウェイトリフティングって何の部とかあるんですか？え、何て言うの？部門？何キロ級とか。あ、階級。そうですね、体重別で決まってますね。内江さんは2投目です。ちょっと緊張してるね。もしボーリング以外の趣味が車。車、好きな車種は。今はミラージーノ乗ってるんですけど、以前はフェアレディ Z。 待って待って、全然なんかすごい出てくると思わなかった言葉が出てきたんだけど、フェアレディ Z なんて女の子の口からあんま聞かないよね。びっくりした。今車は何で好きなんですか？シンプルにかっこいい。そういうこと言ってる人がかっこいいんですけど。惜しい。じゃあ、車がお好きということで、車が何が好きなんですか？車種は。車種はもう古い軽自動車。そうですね、ミラーとか、アルトとか。そうですね、車って言っても乗るのじゃなくていじる方が好き、はい、仕事整備士みたいな。あ、本当だ。じゃあもうちょっと直してもらえますかね。さあ、2投目です。だから2投目ですしか言ってない。あ、ちょっと引っ張っちゃったよね。まあ、片手で投げ切れてることがすごい。僕投げれないですから。うん、惜しい。車以外にもバドミントンが趣味ということで、動くことが好きなんですか？そうですね、中学校3年間やってました。なんか俊敏そう。真ん中にさえ行けば。おこれは取ったんじゃない？おー、ナイスカバー。いいね、これ初スペア。ちょっと難しい配置が残っちゃったな。難しいのが残ったな。ちょっとボール落とした。惜しい。バドミントンは県大会とかなんか行ったことありますか？なかなかやっぱ人口が多いので、やってる人が結構あれですか、強いチームとかでした、ありました？あった。チーム宮里とか、大学とかやっぱ強かった。やっぱりやってるとね、上手い人はめちゃくちゃ上手いですからね。多分僕だったらもうなんかずっともう見るだけ。まだ分かんなくなった、急に。お、上手いよ。上手い。ウェイトリフティングは最高何キロ持ち上げたことがあるんですか？119キロですね。種目が2種目あって、バーベルを1回で上まで持ち上げるのと、一旦肩まで持ち上げて持ち上げる。なんか聞いたことある。なんかシャークとか、なんか1回で上げるのがスナッチっていう種目なんですけど、それで全国1位。すごい。待って、今1位って言ってたよ、うん、待って、全国1位って。やばい。
ドーナツカバー全国1位って言ってるの。全国1位って何、アジア大会みたいな。いや、全国の、うん、全国で1位って。すごいでしょ。すごい。これ、たくまなんか簡単に持ち上がるじゃん。そうだ。俺2人分こんなってあげる。ちょっとあやつが出たらたくま投げてもらおうか。あ、逆に俺が投げられるの、うん、やっぱね、ボールにパワーがしっかり伝わってるんですよ。しかもね、アップビート対決だし、車対決もあるんだよね。そう、共通が2人が同じの。え、ナッチさんもリフティングとかしてないの？しかも整備士だもん。あ、ほんとだ。整備士が自分でやっぱ上げるんかな、車。それは同じで整備できないじゃん。片手でね、片手でやる。あー、惜しいよこれ。あー、惜しい。お、うまいんじゃないこれ。うわー、やれちゃった。やれちゃった。ボーリングを始めたきっかけは何ですか？はい、ボーリングを始めた。ボーリングを始めたきっかけ、きっかけは今働いてる会社でボーリング会やってハマり出して、前々からスカイトムさんのチャンネルは見てたんです。でもう一回見始めて、そこからあ、マイボールも持ちたいな、シューズも持ちたいな、3点セットもそのまま購入して褒めて伸ばす会で、ああ、もったいない。ボーリングを始めたきっかけは何ですか？高校3年生の頃に友人に誘われてリーグ投げるようになってからがきっかけです。そう、リーグも投げたことあるって。マイボールはその頃から持ってるんですか？最初のボールです。アップビートが最初のボールみたいです。お、いいんじゃない？バック、惜しい。5フレ終わって10ピン差。まだわかんないですね。トモさんの動画を見てるって言いました。お、これうまいんじゃない？おお、これでほぼ同点。ほぼ一緒ぐらいだ。そうだね。ボーリングは月とかでどのぐらいで投げてるんですか？投げたり投げなかったりなので本当に週1行きたいんですけど、なかなかサボっちゃって全然行けてないです。週1で行けてるっていうよね。いいんじゃない？これはうまいね。うまい。ナイスカバー。ボーリングはだいたいどのぐらいで投げてますか？月で1回が限界ですね。それ以上は子供もいるんであんまり投げに行けないんです。いや、お子さんは何歳ですか？今は上は3歳と0歳です。可愛い時ですね。そうですね。今日は大丈夫ですか、撮影？大丈夫です。なんか怒られたらたくまのせいにしてください。全部俺のせいやん。でもね、すごいね、こんな撮影に来てくれるってね、嬉しいね。ちょっと曲がらない。でも面白い、これ、ま、これも面白い勝負になってきた、うん、しかも撮影だから絶対緊張するしね。そう、緊張してますよね、うん、隣で、あの、ナッチさんがうんうんってうんうんってうなずいてますけど。C、倒れるか、倒れた。これでだいたい6点差。いや、全然わかんないね。今6点差だね。真ん中投げれればね。でも月1回だもんね、ちょっと難しいよね、うん、あ、でもうまい。うまい。これにナチェさんはあとここでちょっとマークを取らないと。あー、曲がりきらなかった。でもレーンがね、やっぱ曲がらないレーンなので、多分いつもの練習してるレーンより多分曲がってきてないんで、なかなか難しいかなと思います。アウト、惜しい。1投目が大事ですね。ちょっとまっすぐ、難しいのが残ったね。難しいのが残りましたね。でもね、1番ピンと2番ピン離れてるんだよね。そうだね。あー、ちょっと引っ張っちゃった。引っ張った。うん、惜しい。惜しい。でもこれはまだフェア取れるからね。でもまだ分かんない。まだ分かんないからね。今14点差。これも結構難しい。難しいね、後ろにピンがあるから。お、ちょっと引っ張った。いや、引っ張っちゃった。これでちょっとワンチャンナチェさんが出てきたかな。でもダブルだね。110点。お、これいいんじゃない？
お、惜しい。ちょっと曲がりが足りないかな。あー、マイドマイ。お疲れ様でした。点数が森さんが110点、ナッテさんが97点でした。森さんの勝利です。アップビート対決面白かった。あと車対決感想聞いていきたいなと思います。じゃあ丸井さんから。今日は4フレ2投目が1投目で出てくれればストライクだったんでちょっと悔しかったですね。次はね、ぜひストライク取れるように頑張ってください。はい、頑張ります。じゃあ一言もらいます。100いけなかったのが悔しいのと、ずっともうレーンに苦しめられて、ずっとポケットが入らない状態だったので苦しかったです。めちゃくちゃ緊張しました。最初だからね、緊張するから。緊張してましたか？してました。緊張したのは誰のせいですか？たくまさんです。まだ分かってる、もう分かってる。一応聞いてみる？誰のせいか。じゃあ誰のせいですか？たくまさんです。また俺、結局俺のせい。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 X とか、Instagram、やってますので、ヘキサメンバーぜひフォローしてください。ではまた配信します。バイバーイ。